新刊何が何でも長編小説が書きたい大絶賛発売中鈴木喜一郎作家日記今日のテーマは障害があって小説家を目指すときはここに注意だぜ問題今日はマシュマロに寄せられた質問です鈴木先生こんにちははいこんにちは 先日、YouTube で視聴者の方の自分は発達障害かもしれないという質問に答えておられるのを拝聴しました。いえいえ、どういたしましていいいいいい。先生の誠意と優しさと白色ぶりを強く感じました。おおなんかそうやって褒めてもらえるとちょっと嬉しいで。私も病名は伏せていますが、似たようなもので、ふんふん。 小説家を目指しているのも同じです。方法おそらくもう治りません。うん。治りませんってことは障害なのかなまあいいや。体力、精神力で劣ることもそうですが、それはね、劣るんじゃねえんだよ。<laughs> まあいいや。何より、感覚が普通と違う ということが小説を書く上で何よりも致命的なのではとずっと悩んでいました。そんなもん致命的じゃねえよ。まあいいや。<laughs> しかし、鈴木先生も同じようにズレを抱えておられたと知り、抱えてるよ。驚くとともに希望が持てました。いろいろ苦労するけどね。ちょうど最近、ご著書、 何が何でもシリーズで勉強させていただいているのですが、うん、その中で鈴木先生はとても客観的、論理的で相手読者のことを考えておられる方だと感じていたからです。そっか、まあいいや。ず <laughs> れを抱えていても努力次第で人に伝えることはできるのだということが何よりも教訓になりました。 本当にありがとうございました。努力っていうよりは、まあ、まあいいや、その後はまた後しっかりするよね。質問ではなく、ファンレターのようなものですぐって、回答は大丈夫です。いえいえい,いえいえいえ。今後も先生のご指南に従い頑張っていきます。はい。ええー。まあ、え、 病名は伏せ,伏せますかっごめんなさい。あの、ちょいちょい、あの、病気と障害ってよく間違える人いるけど、あの、障害っていうのは、障害なので、ええー、と、治すものではなく、付き合っておくもんなんだ。うん。ええー、と、こう、 アルコール依存症の場合、まあ、あのー、アルコール依存症と、まあ、発達障害と、うん、アルコール依存症っていうのは、まあ、うん、そうだな。こう、発達障害やあ精神障害っていうのは治すものではなくて付き合っていくものです。うん、ね、もう治りませんって、そんな絶望してもしょうがないですよ。やっぱり、 その人生、えー、変えられるものと変えられないものがあるで変えられるものはあ変えていく勇気を変えられないものはあ受,け入れる受け入れる落ち着きをそしてこの変えられるものと変えられないもの,のを見分ける賢さを持つってすごく大切ですでまあこれは自分の力でも得られないので、うん、まあいやそう <laughs> こういう話はもう本当にその自助グループの話になってくるのでね。まあ、ただ、あそういうことがあるのでね。ええー、やっぱりね、受けること、受け入れることって大事です。体力や精神力で劣るっていうのは、劣るというよりは、うーんと方向が違うと思ってくださいな。その感覚が普通と違う。その ADHD だとか LD だとか、あまあいろんなケースがありますが、まあこう見える世界が普通と違うよねっていうのっていうのは、この仕事ではプラスに働くこと結構あります。うんうん、そうね。で、 まあ、あ同じ障害でも、あの、こう。あ,あそうだな。ああ、あれだね。ええー、あそうそう。脚本は、スクリプト書いてたけど、整理してなくてさ。<laughs> 殴り書きにしてるから、えっと、どれから読めばいいんだっけあ、これだ、そうだ、そうだ。そうそうそう。えっ、ー、と、質問者さんの抱えてる障害が何なのかちょっとわかんないんだけども、 えっと、精神障害や発達障害を抱えている場合に小説家を目指す、目指すことに限らず、えっ、ー、と、小説の執筆って、そのうつ病を非常に誘発しやすい仕事なので、で、こう、精神障害や発達障害が、まあ、もともとある場合には、オーバードーズと起こしやすいんですよ。だから、こう、 うん、小説を書く場合には医師の指示に従うということを気をつけてくださいな。こう、自分の判断で薬をやめたりとか、自分の判断でなかなか薬効かないよねって言って、こう、飲みすぎちゃうことって結構あります。で、あと、統合失調症がある場合ね。統合失調症がある場合に、その、統合失調症は、はその判断、そういう、 診断を受けていても、その、病識って持ちにくいので、自分は統合失調症あるよっていう、そういう、のお病識を持ちにくいです。えっ、ー、と、こう、<laughs> 幻覚などが幻聴っていう、そういう、まあ、そういう反応があれば、比較的まだ、 あ、これやべえよなってことはわかるかもしれないけど、陰性反応っていっていろいろ反応が鈍くなとかっていうふうだと、まあこれも非常にその、病心を持ちにくいしっていうふうなので <coughs>、医者からもらった薬はまず自分の判断でやめない、なかなか効いてないよね結構、その、うん、精神科の薬っていうのは、なかなか、こう、 突っ込んでみないと分かんない部分があるので、合う合わないってすごくあるのでね。だから、聞かないよっていう時には自分の判断でやめずに、まず医者にそういう話をして、で、付き合っていくって大事です。で、あと、その障害があって、その小説家を目指すっていう場合には、そのよく言うのは、その、 生理的欲求や安全欲、生理的欲求、安全欲求、社会欲求っていうのをまず満たすっていうこと。それすごく大事です。ええー、小説家の仕事は、承認欲求だとか、自己実現欲求って言って、まあ、あの、マズローの5段階欲求、実現席、五段階、えー、欲求説っていうことは、まあ、ちょっと調べてください。ええー、と、 こう、生理的欲求だとか安全的欲求、つまり、寝ること、食べること、まあそういうことがあり、えー、その、固定収入、生活のための収入と食う、寝るところがちゃんと確保された上で、それであと社会的欲求ね、社会とこういうふうにつながっているっていうものが、まず、それによるものが満たされた上で初めて、 安定して小説の執筆ができるということがあります。えー、ここをすっぽかすと。けっ。結構な割合で、その。そういったものをすっぽかして。こう、小説書いてますっていう人。よくいます。うん。こう、二十代やそこで、もう。う会社勤めも辞めて、筆一本にするっていうふうだと。 確実に筆は落ちるんだ。それはなぜかというと、この社会的欲求を満たさないとかっていうことが結構あったりするのでね。で、こう、三障害ってあるよね。知的障害、知的障害、身体障害、精神障害っていう、うん、まあ三障害あるけれど、 ええと、精神障害、特に発達障害は、あの、精神障害の範疇に入れてもらえることすらないこともあるので、えー、身体障害や知的障害に比べると、まだまだこういう精神障害だとか、あ発達障害っていうのは、福祉が行き渡ってないよねっていう、福祉がリーチしてないよねっていうことは、まあ、実感としてよくあります。 うん、で、まあ、こう、うん、もしこれを聞いてる人で、その小説を書いている、なぜ小説家を目指すかっていうと、いや、障害があって就労が困難なんですよっていうケース結構あります。えー、そういう時には、もう、ためらずにその、障害者手帳の給付、受給を受ける。それからと、うんうん まあ可能であれば生活保護の受給を受ける。で、うんそういうこと、そうすることによって固定収入を確保してください。ねえ、こう、今ほら生活保護を受給するっていうとさ、すごくなんかこうみんな、こう、なんか人出なしのような目で見られるケースって結構、 あるけど、いや、あれって生活を立て直すための一時的なものなので、で、生活、一時的なものかな。まあ、そうとも限らないけれど、まず生活を、安心して生活するための、まず必要なものです。えー、で、こう、将来的にその小説で稼げるようになったら、そしたらちゃんと税金払って返せばいいので、 ええー。で、まあ、障害者手帳についても、お発達障害がある、だとかがあって、なかなかその、終了が難しいっていう場合には、その、手続きをすれば、たとえ三級であってもお、障害者手帳って、取っとくと、こと、大事です。で、 それによって障害者枠で就労して、えー、こう、障害があって障害者手帳の受給を受けて、障害者枠で、えー、就労するのは誰に恥じる必要もないので、えー、そういうことはきちんとやっていくということが大事です。うん。で、そうした上で規則 あのそうして固定収入を確保し、そして社会との接点をつく。で、例えば生活保護を受けていて、受給をする、それだとか、ああ、あれだな、障害年金、まあちょっと重めの障害年金で就労が難しいよねっていう、 場合には、ボランティアでもいいです。うんと、おういや、ボランティアって何したらいいかわかんないって思う人は、その、一番手っ取り前のはお近くの教会、まあ、キリスト教の教会で行くとさ、なんかかんかあるよ。おう 僕はルーテル教会だけれども、まあ、あの、カトリックは比較的組織が大きい、カトリックはかなり組織が大きいので、カトリックの教会に顔を出してみてもいい。毎週日曜日、ミサやってるのでね。で、そういうところに行って、で、何かお手伝いできることはないだろうかと。あるんだよ。結構いろいろあるので、それこそあの、ホームレスの人への炊き出しだとかさ、 あそういうこといろいろあるので,で、そういうことによって社会との接点を繋がっていく。うん、まあ、そうやって、えー、生活、それから社会的なあ、うん、接点を維持する。まあ、そうやってやっていく上では、そのプラスになっていくのでね。えー 身体障害に関して言うと、そうだな身体障害で小説家になる人ってそんなに多く、あ、いるか、ない、ないわけではないね。昔あの、江藤乱世さんっていう時代小説の作家さんがいたなねまあこう、身体障害がある場合には、何が大変かというと、書くことが大変っていうよりも、 資料を集めて入力が大変だよねっていうことは、まあ、見ててよく思います。特に紙の資料は身体障害があるとさ、その、読むのが大変だからね、そういうことを工夫していくのが大変ではあるかな。あと、身体障害がある場合だと、その、もう身も蓋もない言い方をすると、身体障害の あるかないかっていうことは、小説、読者には全く関係ないので、全く同じ土俵でやんなきゃいけないので、書かなきゃいけないので、えー、そこら辺はやっぱ心して書かるっていうことは必要です。で、あと、あのー、障害がある上ですごく重要なことなんだけれども、えー、こう、 まあ、発達障害があったり、コミュニケーションの障害があるとき、もう、ほら、このパッドキャスト聞いてる人は薄々気がついてるだろうけど、そう、俺だべ、見れば一目瞭然、俺のはこの物言いを聞けば一目瞭然だろう会話ってね、結構苦手だろ、君たち。で、話すことが、 苦手っていうことは、まあ別にね、これはこの仕事、やってきます。やっていける。ねもう、いざとなったら人と全然会わなくても、担当の編集者と話ししなくても、なんとかやっていける。ただし、メールのやりとりは質、あの、ものすごく大事です。だから、こう、喋るのが苦手でも、メールで、 メールで論理的なやり取り、これね、意外とできない人いるので、それは大事です。ね、こうやっぱりこう来たメール、メールを読んで、まあ、ちゃんと声に出して、えー、相手が何を要求しているのかよく分かる。それからこちらが書いた、相手に分かりやすいメールとはどんなものかというのを常に意識して書ける。 あとよくあるのがさ、僕は受講生にはよくメールのやり取りをするときに新編雑記を書き添えろってよく言う。なぜかというと、あなたの身の回りのことをちょちょっと書く、一言書き添えるだけで、光景が浮かぶように書くそういう習慣をつけることってすごく大事だったりするからね。で、あとはやっぱりさ、こう、 ほら、我々は、発達障害がある人間は、地道な努力って怠りがちだよね。何でもいきなりすぐ完全なことができるって思いがちなので、ええー。だからさ、ネットで検索する、ネット検索の、ネット検索の腕は磨こうな。磨こう、磨こう、お互いにね。 まあ、そんなところが、あ,あ注意です。障害があって小説家を目指すときには、うん、規則正しい生活をする、固定収入を確保する、社会との接点を維持する、ね。せっかく、会話ができなくてもメールのやり取りはちゃんとできるようにする、ネット検索の腕を磨こう。まあ、そんなようなところだよね。で、まあ、 うん。こう、大丈夫よ <laughs> あ。富士の病っていう言い方をするとなんか深刻だけど、僕は糖尿病と、それから睡眠時無呼吸症候群とアルコール依存症があります。これ、三つとも、 まあ医者に診断された、診断されたものだけでその3つね。発達障害はまだ医者に、その、診断されたことは、医者に行ったことはねえな。<laughs> もう、行くまでねえよっていうレベルだからさ。で、まあ、その、糖尿にはもう飲酒に死ぬまで、あの、打ち続けなきゃいけないし、 ええー、アルコール依存症は、睡眠時無呼吸症候群は、その CPAP って言ってポンプを外すと、睡眠時無呼吸で、その呼吸が止まって、寝てる時に呼吸が止まって死んでしまうので、これも、まあ死ぬまで使い続けなきゃいけない。あと、アルコール依存症、アルコール依存症ってさ、治らないんだよ。 たまたま今日止まってるだけっていう。まあそういうものなので、こう、富士の病っていうとなんかすごく気が銘利ような気がするけど、まあ、付き合っていけばいいから、うん、人生なりたいようになるとは限らないけれど、なるようにはなるのでね、結構なんとかなります。 この番組では、こんなネタで話せというポッドキャストのお題や皆様からのお便り、ご質問を募集しています。マシュマロという特命ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝聖賞、横溜の新人賞など 圧倒的プロデビュー実績を誇ってていいます受講申しし込みは概要欄からアクセスしてくださいこの番組は YouTube をキーステーションにサウンドクラウドアップルポッドキャストグーグルポッドキャストスポーティファイなどのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の鈴木喜一郎作家に聞きそんなところでではではでは失礼します。